はい、どうも皆さん、こんにちは。今日はね、ちょっと昨日動画出そうと思ったんですけど、ちょっと出し忘れてね、朝すぐに出した、E10-407、406、205系最強戦、6両基本セットのね、続きの色差しやっていきたいなと思います。でね、前回やらなかったクハ205の、15車かな、女性専用車両と、今回はね、4号車のサハ、で、7号車のサハ、で、8号車、9号車のね、模範ユニットもね、一緒にやっていきたいと思います。で一応明日ぐらいにね、6両基本の、まあ、1両抜けた5両セットの方、まあ、5両 A の方ね、やって乾いたらね月曜日うちに、動画出して、でこっちはまあ今日日曜日なんで、まあ乾くまで火曜日水曜日ぐらいに、ね、かかると思うんでね、まあ、乾き次第すぐにね動画出すんでご視聴ください。一応ね10406の方はちょっと概要欄貼ってないんで、まあ、貼ると件数多くなっちゃうんでね、概要欄が。まあ、ちょっとね、再生リストの方からで申し訳ございませんがね、ちょっと、お探しください。申し訳ございません。で、まあ、今回はね、先に全部ね、クーラー外していこうかなと思います。ね、加藤のクーラーは正直、あの爪をね、こういう風に伸ばしてれば、ちょっと汚いんですけど、こういう風にね、爪伸ばしてれば、あの、簡単にね、爪の、あの、クーラーの角に、今、爪入れちゃえばね、あれ、簡単にね、こういう風に取れるんでね、まあ、ちょっと屋根板傷つく可能性あるんでね、やる方ちょっとご注意ください。一応ね、こんな感じで、クーラー全部終わりになりましたら、どうしようかな。今回はサハから順にね、やっていきたいと思います。ちょっとね、今回はね、まあ、若干いつもとやり方変わらないんですけどね。ちょっとどうしようか。先に取るようにね、ダメじゃん。一応ね、やる前にはね、換気等気をつけてください。でね、この改造やる際はね、メーカー多分、てかほぼ、修理対象外だと思うんでね、やる方、責任取れませんのでね、ご注意ください、俺は。まあ、自己責任でお願いいたします。ではね、まあ、順に行きたいと思う。ちょっとね、ピントがね、この、タブレットね、急にずれるときあるんでね、ご利用ください。で、今回はね、あのドアの取っ手のところまではね、塗らないようにします。ちょっとね、調べましたら、あれ、塗ったんじゃない、多分汚れだと思うんで、車両の。ちょっと今回はね、ドアの、つなぎ目のところのみにしていきたいと思います。で、あとはね、モハのところは、なんか2箇所あるね、車外スピーカーじゃないけど、なんかそれみたいなのね、塗っていこうと思います。でね、2両目もどんどん行きたいと思います。やべ、塗料すぎて。ちょっとね、多すぎるとね、一番左見て、こういうふうに塗料がね、ちょっと多めに漏れちゃうんでね、ご注意ください。こんな感じかな。で続きましてね、3両目。3両目のね、この、ドア横のね、この部分をちょっとね、黒くしていきたいと思う。正直、なんか実写もね、黒かったんで。で、ここね、多めに塗ったら、後でね、なんだっけな。エナメル塗料のね、溶剤で落とせばいいんでね、大丈夫です。あのね、塗料多すぎると、こういうふうにね、ドア下のレーンまで流れちゃうんでね、まあ、これも後でね、拭き取ろうと思います。で、一応最後、ここもね、塗って。次ね、9号車のモハ行きたいと思います。慣れるまではね、結構大変なんで、まあ、中古のいらない車両とかでね、練習するのもありかなと正直俺は思います。俺はね、家にあるマイクロ S の、あの古い山手線とか総武線のロットでね、まあ、練習してから、可動性の車両に手を出したんで、
まあ、そういう意味で言うとね、まだまだ下手くそですけどね、最初の頃よりはいいかなと正直自分で思います。このドアの、運転席ドアの部分にちょっとメリハリ欲しいんでね、黒入れておきたいと思います。ちょっとね、まあ、入れる角度によってね、黒が結構目立ったりするんですけど、まあ、これがね、アクセントになった方がいいかなと正直思います。あれ、塗るとこ間違えた。しくった。しくった。これは、ね、後で落ちるんでね、大丈夫です、基本的に。でね、気づかないうちにこういう風にね、手に黒くなるんでね、本当に皆さんこれご注意ください。これ冗談だけでね、結構汚れ落とすのね、皮膚荒れるんでね。でね、ドア行きたいと思います。まあ一応ね、こういう風に、軽く塗料をつけただけでね、だいぶ変わるんでね。一応塗料をつけてない反対側の窓です。まあこういう風にね、まあだいぶ変わってくるんで。まあやっぱりね、塗料をつけた方がね、正直俺としてはね、かっこいいかなと思います。なんかやべ、どっかの塗料落としたぞ。お待ちくださいね。ここ触ってる、落ちた。で、まあね、これで乾くのを待って、一旦ガラスだけ、まあ、ガラスね、クーラーのね、塗装に入って、で、今回はね、軽く締めたいと思います。もうクーラーはね、もう大雑把に多めに塗っちゃって、後でね、落とせばいいんで、こういう風に。まあ、このクーラー作業の時にね、手結構汚れる可能性あるんでね、本当は手袋かなんかしてやった方がいいかもしれません。ちょっとね、多めに流れたところは、サイドとかに流してね、後で拭けばいいかなと思います。正直ね、ここの上の部分に出たやつは簡単にね、後で、溶剤で落ちるんでね、全然気になさることはないと思います。まあ、ちょっとね、俺が性格ね、大雑把なんでね、あれなんですけど。で、またね、なんか、依頼のリクエスト来たんで、なんかね、マイクロ S の小田急の、まあ、8000か5200あたりでお願いしますっていうことなんで、ちょっと8000系のね、8000型？まあ、違う、6両セットのマイクロ S 持ってるんで、それで今度ね、実験したいと思うんでね、それまでちょっとお待ちください。先にこのね、205系終えちゃうんで。まあ、同時に進めてもいいんでね、乾くスペースなくなるとちょっとあれなんでね、本当はネックなんですけど。まあ、明日ぐらいにはね、取り組みたいと思います、正直。マイクレスのだけはね、ちょっとお待ちください。たまにね、画面確認せずにね、やっちゃうとね、画面外でのね、作業しちゃうことよくあるんでね、ほんと申し訳ございません。まあ、本当だったらね、なんだろう。イヤホン型のね、スピーカーがなんか買って、本当はそれでやるんですけど、俺、それまだ買ってないんでね。まあちょっと、ヨドバシカメラとか今度行った時に見てみたいなと思います。今日はね、ちょっと多分それ買う時間ないと思うんでね、競馬買いに行った後。まあ、今、午前の10時なんですけど。まあちょっとね、昼、10時？ダメだ、ドラマ始まってる。まあいいや。そっか、今日2時、ああ！本当は今日ね、西村京太郎の鉄道捜査官見たいんですけど、もう10時過ぎちゃってるんでね。自粛。まあ、録画してるのに我慢します。ってことでね、まあ一応今回は、この辺でね、4両増結プラス、15車の区間になります。まあ一応ね、このまま、乾くまで2、3日待ちたいかなと思うんでね、それまでね、ぜひお待ちください。で、今のところまあ着が9分でちょっと時間があるんで、今回はね、手についた、汚れの落とし方、ちょっとね、実践していきたいと思います。
使うのはこちら、タミヤの X20 エナメル溶剤の、エナメル塗料の溶剤のね、俺はね、ちょっとでかい方使ってます。で、これね、スポイト使ってね、やった方がね、正直やりやすいんでおすすめです。スポイトにね、まあちょっと吸いまして、本当にね、ほんのちょっとのがいいですよ。あんまり手にやりすぎてのあれなんで。で、ちょっとこのね、汚れた手のひらの部分に、まあちょっとね、溶剤の塗料をちょっと落としまして、で、綺麗なティッシュでね、ここ、拭きますと、まあちょっと肌荒れにはなりますけどね、簡単に落ちるんで、あとはね、石鹸で洗ってください、手を。まあ一応こういう風にね、だいぶ落ちるんで、まあちょっと端っこ残っちゃってるんですけど、で、ちょっとね、スポイトに、塗料が残っちゃった場合はね、こういう風に。これもね、ティッシュで拭いてあげると、汚れ落ちるんでね、まあ、全然大丈夫なんでね、気にせずやってください。まあ一応ね、これ、まあ、ちょっと 手がね、臭くなるんで、本当にね、これ、まあ、なんだろ、肌がね、弱い人は、これ本当にね、やらない方がいいと思うんでね、ご了承ください。やるとね、俺みたいに皮膚がね、荒れるんでね、肌結構。ピカールとかと一緒でね。まあ一応ね、今回は、この辺でね、407の造形セットの方はね、終わりにしたいと思います。おだけはね、手が空いたら即ね入りますんで、ちょっとお待ちください。というわけでね、ちょっとお待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。